私は都内に住む独身を羊だ。佐藤美慶ら枠。今から告白される5秒前。入社してから永遠と猛アタックしてくる同僚の佐藤氏。別名、暴走機関車トーマス。いい奴なんだけど、なんか決め手にかけるというか、顔はまあタイプではないけど、大きく外れてるわけでもないし、そんな感じで受け流してたら、ついにまた告白される予感。何回告白するんだよ。1回目は入社してすぐ給湯室で、2回目は飲み会の帰り、3回目以降は忘れたけど、 ハート強すぎない。実家のどんなに雑に扱っても壊れないフライパンぐらいしぶとい。もうあれ曲がってるからそろそろ買い替えないのかな。まあ、私もそれぐらいくじけない心が欲しいわ。サトシは入社してすぐ私に一目惚れしたらしい。まあ私のこの美貌をもってして惚れないのも無理があるか。はてはて。飲んだ後にラーメン屋に吸い込まれるのと同じ原理。避けては通れないのだ私は。チュルリンコ。一目惚れされてからもうアタックが止まらない。バレー部に入ってアタッカーになれサトシ。お お前のその忍耐強さと推しの強さだったら全国狙えるぞ。ただし、命中率は絶望的に低いからそこはこれから鍛えよ。女のハートのストライクゾーンは狭い毎回お昼誘ってくるし、飲み会はいつも近くに座ってくる。私がミスするとお菓子くれるし、手伝ってくれる。さすがにここまでされると意識せざるを得ないよな。すでに口内炎が口の中にできてる気分、サトシという口内炎を意識せざるを得ない。ことあるごとに出てくるから逃げられないのよな。くそ やばい告白さされれるの忘れてたよよし行くぞさよならお待たせ。<laughs> 遅くなってごめんね。なんで外で待ってたのいや中にいるともやることないしさ。スタバで時間潰してたし。遅かったね。大丈夫なんか急に色々頼まれて、マジでごめん。最悪。ごめんね。 で、どうしたのいや、もう何回目って感じだと思うんだけどさ。やはりやっぱ、ミキのこと好きなんだよね。話してても楽しいし、ミキがいるから毎日会社来れるの楽しみっていうか。だからまあ、付き合ってほしい。聞いたー の CM みたいに目うるうるさせるのやめろドライアイになったことないだろお前くっそどうしよういつもなら断っているそうだいつも通りならここで断っているが今回は悩むなぜならこの前明美たちと集まってるときに言われたんだよなえ早くスーツと付き合いなよえー、でも顔タイプじゃないしさなんかあと何かが足りないというかはそんなんとりあえず付き合って違うと思ったら別れればいいじゃん付き合わないと何もわかんなくないえー、私も今の彼氏最初はあんまりでとりあえず お試しで付き合ったけど今超ラブラブブだよえー、とりあえず。え、内見しないで家決めるタイプ付き合ってから分かることの方が多くね確かに、一緒にいて楽しいんだよね。はい、内見決まりで。ってことがあったんだよな。確かに、サトシと一緒にいたらドキドキはしないけど楽しいしな。ネットで調べたら本当の運命の人とは一緒にいてドキドキしないって書いてあったしな。サトシが私の運命の人なのかも。それにここまで私のこと好きになってくれる人今後現れないと思うし。 お試しで付き合ってみようかな。最近はカルディのコーヒーのシーンも積極的に飲むようにしてるし、将来結婚した時の姑問題もお試し機能あればいいのにな。ゲボをお試しして無理そうだったらチェンジとかいうゲボお試しチャレンジが欲しいわ。やっぱり何事もお試しが大事だよね。えっと、いいよ。付き合おう。え、マジ やったただし、お試しで、とりあえず3ヶ月付き合おう。その後どうするかは、まあ、その時ということで。え、全然いいよおっしゃ嬉しい親に報告しようかな。えあ、冗談冗談。うん、わあ明日から仕事集中できないわ。俺明日大事な会議あるんだよな。やめてよ。帰宅 ついに私にも彼氏ができたかまあ、お試しだけどな。3ヶ月って決めてるし。確かに、明美たちが言ってたみたいな後から好きになったって女の子いっぱいいるもんな。私も好きになるのかな。今使ってるマグカップ最初はお母さんにもらってあんまり好きになれなかったけど、だんだん手になじむ感じとか飲みやすさで今は一押しのマグカップまでのぼり詰めたからな。何があるかわからん。サトシも電動入 して私の旦那になったりしてくははは少なくとも今私の心臓は4年ぶりに鼓動しているドク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 ,ドク舞い上がれ恋愛だぞここぞとばかりに鼓動しろやっと日の目を浴びる時が来た今まで一蘭の買い玉する時と満員年車で目の前の席が空いた時ぐらいしかときめかなかった私の心臓がやっと使える時が来たさあこれから思う存分はしゃぐがいいく、いて久しぶりの運動で心臓が連座した 一週間後はあやっぱり彼氏が同じ職場にいるって不思議な感覚だわ。なんかいつもより気合い入れてヘアオイルとかつけてきちゃったもんね。おかげで頭に牛脂塗った人みたいになっちゃった。いつもなら最低限人間とわかる格好で出勤していたが、小綺麗な格好してきちゃったもんね。恋人もいるとキーボードもなんか鍵盤に見えてきちゃった。た タンタン,タンタン、タンタン面は当たり外れ激しいタン。どう大丈夫ああ、さとしおはよう。あんま今日集中できてない。俺も、日曜の映画楽しかったね。また二人で行きたいね。ね、楽しかった。ねいつものポーズやってよ。えいつもの、えいつものポーズ早く。え、え、え、なにえ、あ、え、え、ここで早く,早く、早く。え、あ、えっと、にゃん。うはぁこれで今日頑張れるわ。まじありがとう。また後でね。浮かれすぎやー ちょっとやだー。 えええ何急に職場でああいうことさせる感じ恥ずかしいんだけど。なんだろうかこっちはお試しで付き合ってるから彼との温度差がまだ追いついてないんだが、お試しって言ったの忘れてるのかな最初から全速力で走りすぎじゃないこっちまだ準備運動してるんですけど、アキレス腱伸ばし中、屈伸もしたいんだけど、温度差が沖縄とアラスカぐらいある。温まるまでもう少し待ってくれる私まだアラスカなの。アラスカの北狐。人間 もううちょっっっととかかりそうそんなしっぽブンブン振ったゴールデンレトリバー沖縄で来られるとびはぁ、はぁ、あはあ、落ち着け。まだこれからだよね。日曜の映画も楽しかったし、やっぱり一緒にいてなんか楽というか、無理してない自分がいる。うんうん。こういう人って貴重なんじゃない今までの彼氏の前ではキティちゃんぐらい猫かぶってたし、その彼氏に好かれようと必死だった。 キャラも作ってたし、やっぱり無理してたよな。サトシといる時は自然体でいられるし、映画の時もポップコーン買う時もスマートだったし、映画中私が話しかけても嫌な顔しないで、ずっと微笑んで話聞いてくれてた。優しいな。うふうふうさーて、仕事頑張るか。たか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 ガッチャマン。お、お昼だ。結構集中したな。無限、どうする外で食べる。 え、あ、あは、うん。なんだ、そのドヤ顔いつもは、メッキけ、お昼どうするのって感じだったのに、ね、急に男出してくるじゃん俺の女感すごい出してくるな読書感想文、少女漫画で書いてた何かのキャラにしか見えないんだが職場ではあんまり彼氏感出さないでくれよ内緒にしてるんだからほら見られてるじゃんひぃ そういえば今日飲み会あるってさ、加藤さんが誘ってたからみんな行くことになるよ、多分。ええー、マジ早く帰りたいなね、俺たちは早く帰ろう。飲み会うわ清水くんと隣かミケちゃん、食べてるてか最近ちょっと可愛くなったよね。なってないよ。あ、あれ食べちゃおう。唐揚げああ、俺取ってあげるよ。いや、いいよ、清水くん。いや、清水いいよ。割れ取るから。えミケ、はい。 ひやちょっときれてるーやめろさく 変な感じになってるじゃんなんかずれてんだよな付き合うと結構独占欲出てくるタイプだこれ出すな飲み会だぞ余裕ゼロやん容量満タンまで iPhone とか使うタイプもっと余裕持てよ朝改札でスイカチャージできてなかった時の私ぐらい余裕ないじゃん何度あのペンギンに八つ当たりしたことか氷漬けにしてやろうかと思ったよお前を心のモバイルチャージしといてくれよとりあえず唐揚げを頬張ろうむしゃ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 ,むしゃ 修行居酒屋の唐揚げってなんでこんなに美味しいんだろうグビ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 プハーッラハ加藤さんすごい楽しそうだなあの武勇で毎回話すから一言一句そろそろ覚えられそうククより簡単だわ入社試験に入れたらどうかな 結構飲んでない大丈夫あはは、サトシありがとう。大丈夫だよ。えおおよよよよよ腰に手を回すな会社の飲み会だぞここではそういうのやめようよ恥ずかしいのバカかこいつはニヤニヤするなにやけ赤だごめん。TPO をわきまえろ T とんでもなく O を男出す P ポジティブ野郎めしかもちょっと慣れてない感じもやめてくれ手が一回壁に当たったところ見たぞ私はなんでこんなに暴走するんだ こいつは前世カメかな前世でウサギに負けたからその鬱憤を今世で晴らそうとしてるお父さん携帯会社の役員って言ってたがそんなに突っ走りたいならアシックスに入社しろお前の力を生かせるのはそこしかない飲み会終わりうえーいみんないつもありがとうな加藤さん飲みすぎですよじゃあこっちの駅から帰る組に帰りましょうあ、じゃあ私あっちだからあ、俺たちこっちなんだ。 ちゃんそっちだっけえ、あ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 の、今日、実家に帰るんです。そっかそっか、<laughs> またねー。何してくれたんじゃー絶対変に思われたじゃんねえ、絶対変に思われたじゃん。だって今日、全然話せなかったんだもん。って,て、甘えボーもうだコテ 自分で言う人初めて見たまだそれを受け止められるほど私準備できてないんだけどそこまでまだ受け止められない急な雨漏りで醤油皿くらいしか持ち合わせてないくらいあなたの溢れ出る雨漏りを受け止めきれませんあ、今日サトシそんなに飲んだっけ、うん、そんなに飲んでないよダメだ会話にならないいやでもカップルならこういう甘えを受け入れるのは当然だよなむしろこれを可愛いと思わなくては私にだけ見せてくれているす 姿なのだからアケミたちも言ってたしな今はもう彼氏が何しても可愛いとそこまでの領域に早く行かないとよしよし頭なでなで早く昇進しなさいなでなで嬉しいクン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 待てなんだこの匂いはくんくんくんクン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  サトシの匂い。臭くないがなんだこれは。いつも柔軟剤の匂いで分からなかったが、この前のデートの時も感じた匂いだ。これは、本能が拒絶してる匂いだ女は無意識のうちに遺伝子レベルで男の匂いを嗅ぎ分けていると言うが、これは無理な匂いだ好きになった男性の匂いはどんな香水よりもいい匂いがするというしかし男性との遺伝子が近いと嫌な匂いで感じるというが、これがそれなのかよく友達の、彼氏の匂いが無理だった。 を聞くけどこれか本能レベルでシャッターが閉まっていくなんだこれはダメだやっぱり好きになれない匂いってこんなに大事なのか確かにこの前カレー屋さんでカツ丼食べてる時周りのカレーの匂いに流されて途中でカツカレー丼にしちゃったもんねよしもう無理だいおごごめんサトシなあねどうしたのあのやっぱりサトシとは彼氏より同僚として一緒にいた方が心地よかったかもえ 別れるってことうん。やっぱりごめん。まだ一週間だよ。サトシと一緒にいるのは楽しいんだけど、彼氏としてはやっぱり違うかなって思っちゃった。ごめんね。そっか。じゃあ契約期間3ヶ月なのに乗り換えってことだから途中キャンセルだね。キャンセル料払ってね。えいやだからキャンセル料。医薬金のキャンセル料。うわーこいつお父さんの携帯会社の影響を受けすぎだろう契約ってなんだよ乗り換えする けど、別れるっってなたた途端急に冷たいやんけやっぱりずれてるなぁどこもだけチャンネル登録よ。動画の途中に失礼します。この歌で初めての方を出しますその名も恋する猿は木から落ちるいろんなトラブルにミキザルが口を出してくる新感覚の小説になっています。小説なんだけど、超に強みやすい本になっています。なぜなら私が書いてるからです。 え小説の中で叫びすぎて、ビックイマークの数が全体二万の小説になっています。ギレスに乗りますように概要欄のアマゾン予約ページから、今すぐチェッーえ、買ったよねもう。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。